皆さんこんにちは、株式会社サインチャンネルです。イエーイ。本日は YouTuber さんのヒカルさんのですね、新しい新メニューが出たということで、あのトップ YouTuber 俺のランチ TV のおじさんが、ランチおじさんがランチを食べるということでね、ランチおじさんに密着していきたいと思います。じゃあ楽しんでね。それを食べにやってきました。はい、ちょっと待ってよ。トップ YouTuber にね、ほらほら、外にもね、外にもね、上りが出てますよ。ジョイフルはね、朝8時から深夜2時までやってます。車がどんどん来るね。これみんなあれかな、牛焼肉定食食べに来たのかな。さあ行ってきますよ。さすがトップ YouTuber の方、違いますね。はい、ジョイフル小笠浜岡店、はい、行ってきます。じゃあこれもうできます？まだ、ちょっと待ってますね。先頼んでおきますけど、はい、これを、あ、とりあえず一つでいいです。あの、はい、また後で頼みます、この撮影終わったら。はい、はい、これ一つお願いします。はい、はい、来ました、来ました。これヒカル考案、冗談抜きでうまい牛焼肉定食開発してみた、発売になりました。今ね、お時間5分ぐらい前ですけどね、先に注文だけしておきました。さあ、何何、取りすぎだよ社長。何忘れたの？え、このさ、あれね、定食でね、お願いしますね。はい、あ、はい、うん、で、これ辛いやつ？そうですね。あ、辛いやつですか？はい、これ、すいません、抜きでお願いします。あ、これを抜いて、はい、はい、辛いの食べれないんで、すいません。はい、よろしくお願いします。時間も待っていただいていいですか？はい、まあ、できてからで大丈夫です。はい、はい、お願いします。今日もあれですね、隣にお母さん方が結構いますね。いますね。またバクバク食べて笑われちゃいますよ。ちなみに誰もいます。肉に絡めるタレ、肉に絡めるタレを2種類使って味に深みを出したと。はい、ランチ味さんだよ。普段ね、顔出ししてません。これはね、私の裏を取ってるみたいです。こんな感じね。ああ、美味しそうですね、全部ね。はい、今日これを食べに来ました。はい、見てね。見てね。それランチョイさんはね、こうやってカメラをこうやってこういう角度でいつも撮ってるんですよね。そうです。はい。顔がね、僕の汚い顔なんてね、誰も見たくないんでね、ここで顔出しなし、はい、食べてます。まあ、とりあえずね、ドリンクバーは頼みますか。2つね、はい。コーヒー飲みたいんでね。1599円だそうです。これも食べちゃおうかなって言ってるだけっていう。あ、裏側ですか今の。裏側ですか。そういう感じであれですか。カットです、カット。ランチョンさんの方でカットってことですね、それね。なんかね、あれなんでね、最近ね、線もね、かなり痩せたみたいで、今すっきりしてますね。そうですよ、もう痩せまくっちゃって、もう、いや、そろそろやっぱり俺のランチ TV から俺のフリン TV に変えた方がいいんじゃないの。そうですね、うん、まあ、変えてもいいですけど、不倫の実績がないんで、不倫したことないんでね、ちょっとやり方が分かんないんで、また社長教えてもらっていいですか。いや、されたことしかないでしょ。されたことしか、されたこと、私結婚してないんで不倫じゃないですもん。だってそっか、はあ、純粋な恋愛です。何これ、これ頼まないと。何すかそれ。ヒカルの愛した味をジューシーな。お待たせいたしました。ああ、来ましたね。辛味噌をちょっと抜いてますね。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。来ました。お姉さん、これなんすか、これ。これが今日からの。これも？はい、あの唐揚げです。骨付きの唐揚げです。これください。あ、はい。お願いします。はい、お待ちください。何、何、何これ。今日からの新メニューもあるんですか。はい。何、それ聞いてないからさ。うん、はい、なんとなんとね、これ。ヒカルが愛した味。ジューシーな手羽中でっていうね、冗談抜きでうまいおかんの骨付き唐揚げっていうのもね、本日から新発売みたいです。これ知らなかったんでね、メニュー開いたらね、突然これがあったんでね、聞いたらこれも本日からっていうことなんで、これも注文しました。お楽しみに待っててください。
はい、来ました来ました。これがね、なんだっけはい、これがヒカル公安第4弾のね、冗談抜きでうまい牛焼肉定食来ました。いただきます。さあさあさあ、これはね、わかめスープ、ご飯、あとはこれ何、またハニーマスタードみたいなのついてるね。さあ、それではいただいていきますよ。これ何、これキムチみたいなのついてますね。これ大丈夫かな、辛いかな、食べれるかな。いただきます。うん、甘い、めちゃくちゃうまい。うん、うん、さあ牛焼肉バラ肉ね、こんな感じ。いただきます。うん、味がね、今食べたのは味噌味だった。うん、うまいね。隣のお母さん言わないですね、笑わないですね、今日は隣のお母さん。はい、隣のね、お母さんに今日笑われないです。これ前回はハンバーガーなんで、ハンバーガーだったんで、もう顔中にね、もうケチャップとかベタベタについてたんで、ついてなかったかついてた手だったんで、ね、めちゃくちゃ笑われましたけどね。今回ね、笑われないですね、お行儀よく食べてるんで。こんなに満席なのにね。そう、もう満席ですよ、本当に。味付けがね、本当めちゃくちゃしっかりしてるんで、結構濃い口ですね。だからね、ご飯が進みます。ご飯のおかずに最高。うん、はい、完食。イカル公安冗談抜きでうまい牛焼肉定食ね。はい、完食しました。美味しかったです。これはいいね、ちょうどよかったね。まあご飯今日大盛りにしなかったですけどね。この後ね、おかんの骨付き唐揚げがね来ますんでね、そちらを待っていきたいと思います。めっそういうのは隣の席にやっぱ片付けるんですか。あれで、あれですか、ね、綺麗にした感じですか。まあ、次に来るようにね、綺麗にしてね、はい、待ってますよ。はい、おかんの骨付き唐揚げを食べて。そうです。でもこれご飯をさ、あれにしなかったって言ったけど、おかわり自由って書いてあるじゃん、ライス。まあそうですね。ね、はい、おかわり自由ならね。まあね、たくさん食べれるじゃん。社長の方の31チャンネルでね、うん、もう2定食ぐらい食べますからね、僕。今日はでも、あれだね、はい、食べる気満々ですね。そうですね。もう、昨日何食べたかな。昨日は不倫の女じゃないの、昨日は食べたの。昨日は不倫の女食べてないです。本気の女食べました。何言ってんの、なわけないでしょ。じゃあ奥さんに言っておきますね、本気の女食べたっつって。いやいや、奥さんの分も買ってきたんで大丈夫です。一緒には食べてないですけど、ほぼ一緒に食べてる。ああ、俺そういう話じゃないです、飯話じゃないです、俺言ってるの。昨日ね、あれですよ、不倫してないですね、本当に。昨日してないですか。昨日はっていうか、いつもしてないですけど。それはこっちの方の、こっちの方の あれでも喋ってもいいんじゃないですか。昨日は不倫してませんっつって。いつもしてないですよ。本当っすか。不倫の仕方が分かんないんで。なんでそうやって嘘ばっかり言うんですか。そうですかね。はあ、はい、来ました来ました。
こちらですね。こちらが冗談抜きでうまいおかんの骨付き唐揚げ。はい、こんな感じね。あの、ま、ハニーマスタードソースとね、この特製のタレがね、ついてますんでね、はい、こちらをつけて食べていきたいと思います。はい、何から食べるかと言いますと、もちろんキャベツね、レディーファースト、あ、違う、あの、ベジファースト、ね、はい、はい、食べていきますよ。うまい。食べにくいね。手でいきます。あく、これね、もうはっきり言いますよ、うまい。まゆうまい、めちゃくちゃうまい。なにこれ、あと30本いけちゃうね。これ本当に美味しいよ。これ熱々だけどね、パクッといきます。うまい。はい、うますぎ。はい、完食。はい、ということでね、ごちそうさまでした。牛焼肉定食、今日は牛焼肉定食とね、唐揚げ、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。うちのね、専務なんですけど、俺のランチ TV の方でね、撮影させていただきました。ご視聴ありがとうございました。これが裏側ですが、こんな感じで専務はいつも食べております。また専務の方のチャンネルもね、私の方のチャンネルもよろしくお願いいたします。それじゃあね、みんなバイバーイ。